こは。貴様らがバルディアの小僧どもか。ディゴスはどこだ。残念だったな。貴様らがディゴス様に会うことはない。なぜなら貴様らの命がここで終わるからだ。所持受けて立つぜ。他の者を守る盾となれ。ザ・クオーとボルコフの仇撃たせてもらうわ。逃がさねえぜ。バルディアのガキどもが来たか。戦いぶりをたっぷり楽しませてもらおうか。ディゴス、待っていろよ。必ずお前を倒せ。所詮貴様らの力では私を倒すことなどできんのだ。ディゴスには邪悪を蘇らせた罪を償ってもらいましょう。先行よ、ほとばしれ。我が敵を撃て。貴様はここで死ね。死ね。ここまで来れたことを褒めてやるぞ。だが貴様らにこの私は倒せぬ。We'll be right back.
まだだ。力による支配。力こそが。陛下から黒い霧が。あれは一体なんだ。陛下。バルディアの小僧。いや、レディンと言ったか。今のは何だ？どう見えた？黒い霧。邪悪な何かが、あなたの体から出たように見えました。闇の力です。おそらく、あなたは闇のものに操られていたのでしょう。私が、闇に操られていたというのか。陛下、大丈夫ですか？ランス、心配はいらぬ。けじめをつけるだけの体力は残っている。けじめ？我々帝国の敗北だ。この首持っていくがいい。陛下、何を言うのです？戦乱の世を治めるのは力だ。その力が私には足りなかったために負けた。操られていようが何だろうが、それは変わらぬ。そして私は帝国の王として、敗北の責任がある。ディゴス陛下。さあ。私の首を取れ。陛下、私は帝国を滅ぼすことを望んではいません。邪悪を封印するために、ラングリッサーを返してもらいたいだけなのです。返していただけますか？ラングリッサーか。あの剣ならニコリスが、ここにありますよ、陛下。あなたの胸を突き破っております。ラングリッサーがね。ガリウス、貴様、陛下を。よくやった、サーガリウス。行くぞ。わかりました、ニコリス様。陛下、陛下、しっかりしてください。なんということだ。私が、魔物ではありません。どういうことだ。ラングリッサーの封印が解かれたことで出現した闇の軍勢です。邪悪が目覚めてしまったということか。レディン様、町の人たちを助けないと。ああ、化け物たちを市民に近づけるな。一人でも多くの市民を救い出すんだ。魔物が組織だって攻めてくるなんて。くらえ！待っててください。今助けます。まさかこんなに。
なんとか町を救うことができたか。レディ様、救出した市民たちから気になる話を耳にしました。聞こう。一体何の話だ？はい。何でも、怪しい二人組が魔物に守られるようにして、郊外の砦に入っていったとのことです。怪しい二人組。まさか、サーガリウスとニコリスでは。魔物が守っていたということからも、闇の者なのは間違いないでしょう。ああ、私もそう思う。そうなると、その砦にラングリッサーが。そうですね。可能性は高いと思います。よし。その砦について、詳しい情報を集めるんだ。私が一番。よく来ましたね。あなたたちの欲しいものはこれですか？それはラングリッサ。貴様は何者だ？ニコリスではないな。私はナーギャと申します。お見知りおきよ。ニコリス様よりあなたたちを丁重にもてなすように言われておりましてね。もてなすときたか。なんだ、酒でも出してくれるってのか？いえいえ、それよりももっといいものですよ。いでよ。王子、闇の軍勢です。そうです、これこそが我々の手下。いまいましいこの剣で封じられていた闇の者たちなのです。おかげでこうして封印を完全に解くこともできましたよ。恐れていたことが現実になったか。さて、それでは盛大にもてなしてあげましょうか。これ以上好きにやらせはしない。行くぞ。負けられぬ。突撃する。魔物なんかに負けてられるか。私の役目は王子を守ること。ここが正念場ですな。
そんなところにいていいのですか？増援か。このままでは囲まれてしまいます。させん。周囲の魔物を突破するんだ。さて、どう料理してやりましょうかね。バルディアの奴らなど皆殺しだ。民間人が。しつこいですわね。あの人、帝国兵に追われてます。このままだと状況は分からないが、助けるぞ。この私に勝てると思うなよ。胸だ。通してもらう。力が湧き上がってくるようです。まだ出てくるのか。しかし、この魔物たちを倒さなければラングリッサーは取り返せません。分かっている。何としても奴までたどり着くぞ。雷光の刃、突き浮かせ。なぜこんなことに。
死の牙よ、喰らい尽くせ。これ以上は付き合っていられませんね。さらばです。ラングリッサを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも新たな魔物の発生については落ち着くはずです。ああ、そうだな。それより、あなたがレディ様ですね。君は帝国兵に追われていたようだが。私はベティ、あなたもよく知るダンスの妹です。私はあなたにお願いしたいことがあってきましたの。ランスの願いとは一体？兄、ランスにご助力ください。兄の命は今、性的に追い詰められ、風船の灯火なのです。ランスが？それは、王子、いけませんぞ。ええ。帝国が混乱の折に我らが介入すれば、内政干渉と取られます。下手をすれば、混乱終結後に侵攻の口実を与えることにも。しかし、一時とはいえ、共に戦ったランスを見捨てることは。ただでとは申しません。兄を救ってくださるなら、代わりに、私の持つもの全てを、レディ様に捧げましょう。財産、兵士、私自身の命に至るまで。そこまでの覚悟か。だが、
アルバートとホーキング校の言うことにも一理ある。ちょっといいですかい。要は王子の兵だってわからなきゃ問題ないんでしょ。なら私的にそこのお嬢さんが雇った傭兵って体裁ならどうです。それならどう転んでも知らぬ存ぜぬで通せると思うんですがね。いい案だ。それなら助けに入ることができる。仕方ありません。そういうことでしたら帝国に顔が割れている我々は同行しない方がいいでしょうな。ですな。イルザック王の治世より領主として顔が知られてしまっています。王子、私もホーキング校と行動を共にします。ホーキング校に仕えている身ですので。すまないみんな。だが私はランスを見捨てることができない。救いに向かう。感謝いたしますわ、デディ様。私が奮起。